こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその79、コストコのロブスターという話です。今年はカニ鍋をしませんでした。ですので、カニが食べたくなった、今そんな時期なんですけれども、コストコで、売っていたロブスターの爪、今日はね、これをご紹介したいと思います。いつもね、映像の方は、まずはコストコにお買い物ということで、車の方は移動しております。いつも同じ時間にここに来ております。まあ、今日は少し空いているかなという、そんな感じがしますけれどもね。果たして、中はどんなもんでしょうかという、そんな感じではあります。最近ね、天気が悪いというのを何回もお伝えしていると思うんですけどもね、午前中から、まあ、このような晴れ方をしたのが、ちょっとなかったんじゃないかなという、まあ、非常にね、天気が、悪いロサンゼルスですね。いや、本当今年だけね、天気本当おかしいなという気がするんですけれどもね。さてね、いつものように、買い物の方は、まず野菜売り場のバナナからということで、今ね、バナナを選んでおります。このバナナなんですが、我々の場合はね、1回に2房買ってるんですよ。で、まずはね、少し熟れているやつ、それからね、まだ全然熟れてないやつということでね、一つずつ買います。で、それをやることによってね、一週間、バナナを持たせようということなんで、ここでね、二種類の、売れ方のですね、違ったバナナを買うというのがちょっとキーポイントになっています。そしてね、次に向かったのは、いつもブドウをここで買っています。で、私はね、マスカットとかあの辺が好きなんですけれども、今日はマスカットをね、ちょっといろいろ見たところ、あんまり鮮度が良くなかった、ちょっと茶色い部分が多かったので、今回ね、マスカットは見送りということになりまして、その隣にあります、これはね、赤いブドウですね。赤ブドウ、こちらの方をね、今日ね、買おうと思って、いくつかね、物色しております。やはりね、こう、一回品物を取って、裏を見てもないとね、裏の方がぐちゃぐちゃに潰れてるなんていうのは本当にありますのでね、そういったものはしっかりチェックをしないとな、というふうに思います。まあね、大体マスカット買ってるんですけどね、今日はこういったような赤いブドウということで、こちらの方ね、買うことにしました。そしてね、まあ、今日は買いませんでしたけれども、まあ、他の野菜を買って、そして、レジに行くということで、今日はね、ここで、皆さんにご紹介したのは、セルフレジですね。ここでね、一個一個商品をスキャンしながら、こうやってね、隣の台に置いては、スキャンして、置いてはスキャンしてというふうにしなくてはいけません。で、まあよくね、最初の頃使い方わかんなくて、スキャンしたら、その右側の台に置かないと、要するにスキャンしたってことにならないみたいのよくわかんなかったんですね。そうするとね、途中で止まってしまいまして、カスタマーサポートを呼べみたいな表示が出ちゃうんですよね。で、ちょっとね、最初のうちは戸惑いますけど、まあ、最近はね、ちゃんと、この右側の台に、スキャンしたら置く、ということをやればね、問題なく、支払いもできるという、まあ、そんなような状況でありまして。今はね、非接触でね、支払いが簡単にできてしまいますからね、ほんと便利になりましたよね。そしてね、次に行ったのが、ガソリンの給油です。
この時間ですとね、やっぱり結構混んでいるといえば混んでるんですが、まあ平日なのでそれほど混んでいるわけではないですね。ちょっとね、このところ何回かディズニーランドとかそっちの方に行っていますので、行ってる最中に、給油のランプがついても嫌なので、またちょっとね、給油をしておきました。さてね、その次に向かったのは、いつものね、コリアンマーケットです。コリアンマーケットはね、いつも野菜とかですね、スムージーにいるケールとかですね、そういったもの、それからピーナッツとかね、そういったものをね、大体2週間に1遍ぐらいですかね、こちらの方で買い物をしています。まあね、何かお買い得品があったらね、そこでいろいろ買うというのは何回かご紹介したと思うんですけどね、今日も何かお買い得品があれば買おうかと思っております。まあ最近ね、ちょっと駐車場が混んでるような気がするんですがね、気のせいかもしれないですけれどもね、いつもね、端の方に止めるんですが、端の方はもう埋まっておりまして、真ん中に止めるということになりました。さてこちらがね、野菜売り場でケールですけどね、いつもね、コリアンマーケットの方は、ケールが結構安かったんですが、あんまり安くなくて、また物もね、大したことなかったですね。ひょっとしたらね、ケール全体的に入荷が難しいのかななんていうふうに思ったりするんですが、実際のところはね、どうでしょうか、よくわかりません。そしてね、次に向かうはこのね、ピーナッツのところなんですが、その前にね、よく買うのはね、キャベツとか白菜とか、こちらで買います。あとね、さつまいもとか、こちらがピーナッツですね。もう皮付きのやつで、一切調理されてないローピーナッツですからね、これをね、よく買って食べております。そして、野菜売り場を通りまして、正面が、これはね、お刺身ですね。まあサーモンとかね、結構ありますし、またこちらはね、丸ごとお魚という、そんな場所ですね。いつもね、ここで、ノルウェー産のサバを買ってたんですけれども、今日はね、特に、他のも買いましたのでね、とりあえず今回は見送りということで、こちらにね、お肉とか、それからこちら側キンパですよね、ちょうどキンパ作ってらっしゃる、そういったね、ところで、今ね、見ておりますがね、そして右側はね、キムチです。いや、さすがにこの大きいキムチはね、無理かなと。さてね、今日ね、本題であるロブスターの爪の料理ということで、いろいろ何にしようかといって考えたんですが、まあね、これはよくよくもうシンプルにもう蒸してですね、そしてオリーブオイル、シーズニング、まあその辺でね、あえた、まあ、油というか、オリーブオイルですよね。それでね、もうシンプルに食べようということでね、今、3分ほどね、茹でております。まあ、茹でるというか蒸しているんですかね。3分経ちましたのでね、今こちらの方から入れて、これから食卓へというところなんですが、いやー、でもね、結構大きいですよね、このロブスターね。なかなかね、これね、パウンド15ドルなんでね、まあ、結構お買い得かなと思うんですけれども、こういったね、ものがコスコで売られておりまして、今年はね、カニ鍋をしようと思って、カニがなんかすごくちっちゃくて、ずっと見送っていたら、とうとう、冬終わってしまいましたのでね、とにかく、カニ食べたいと思ったんで、今回はね、こういったものを買いました。こちらがね、つけるソース、そして、茹で上がったというか蒸し上がった、
カニの、ロブスターの爪ですね。まあそんなこんなの、お買い物はその79、コストコのロブスターという話でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。